おごめん、大分の高知親方です。高校野球ね、いろいろと各地でもまた地区大会が行われているようですけれども、こちらですね、九州でも今度4月の24日から30日まで大分県で開催されます。もう夏の前哨戦ということでですね、もうこのしかも選抜高校野球に出たチームと、そして九州各県のね1位とか2位などの、そうまさに今この各県で強いチームが集まった面白い大会となりそうです。今回ですね、その出場校の簡単な紹介、そしてまあざっと組み合わせを見てですね、感じたことなどを簡単に語ります。まあ一応ですね、元高校野球部に所属していた、まあ選手ではなくグランドマネージャーとかですね、男子マネージャーだったんですけれども、まあ私なりの観点などでご紹介してまいりますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではまず出場校を順番にご紹介いたします。全部で19校出ます。まあ各県のまあトップチームと選抜高校野球に出たですね5チームがですね登場いたします。まず福岡県ですけれども、全部で推薦校も含めて4校ですね。まず、大会のですね1位になりました、のが九州国際大付属ですね。昨年ですね、その明豊と、まあ、初戦で対戦をしたんですけれどもね、まあ、山本投手がですねと、こちらですね柳川投手ですかね、両投手この2枚看板でですね、まあ、投手力が控えるということで、まあ、九国大付属といえば、まあ、東北高校を準優勝に率いましたあのダルビッシュ投手とかですね、和光監督もいたイメージで、その時もですね選抜準優勝まで行きました、まあ、のぞみ選手とかですね、もう結構ね強い、甲子園に出るとかなりですね結果を残すなというイメージがある高校です。続きまして2位が新創館高校。これ最近名前聞くなと思って、まあ、調べると昔の九州工業高校のようですね。柳川高校とか、ですね、あと、どこだったかね、自由が丘などを率いた、ね、名将、末次監督もですね、がまあ就任されたことで、あ、そういえばその新創館、名前聞いたことあるなというふうの思い出しました。で、ピッチャーですね、松本投手が最速143キロということで、まあ、ピッチャーの出来が鍵かなというふうに、まあ、私は感じております。続きまして、3位が東福岡ですね。こちらもちょっといろいろ調べたらですね、なんと監督さんが、元ロッテのですね、ピッチャー、伊藤選手がですね、が監督をされているということでございます。まあ、ちょっとネット上でこう、ざっと調べるとですね、こう、まあ、結構内野手にですね、こう、注目の選手がいるということでございます。まあ、東福岡といえばもう、サッカー、ラグビーとかですね、スポーツ校ですけれども、野球もやっぱりこう強いですからね、大学時代同級生がいました。で、最後にですね、推薦枠、選抜に出ました、福岡大大濠高校ですね。選抜でベスト8まで行きました。もうやっぱりですね、この基本というか注目はこの平尾投手ですね。このエースの出来が鍵になるというふうに思っております。私の中ではこう優勝候補のまあ一角として捉えています。続きまして、佐賀県は1校ですね。東明館高校でございます。まあ、最近東明館はですね、こう佐賀の中でもう強いなというふうなイメージを持っています。昨年の秋の九州大会にも出まして、ベスト8まで行きました。加藤選手と今村選手の2枚看板の投手ということでございます。そして攻撃については出た選手が、まあ、鍵というふうにですね、まあ、ちょっと私は調べております。まあ、余談ですけど、私がまあ高校の時ですね、北海道に修学旅行行ったんですけれども、その時まあとあるラーメン屋でですね、その佐賀県の、高校と一緒になったんですね。その高校生と話してたら、佐賀の東明館高校だということで、まあね、その東明館高校がですね、こうやって野球も強くなってるなっていうのは個人的には感慨深く思っています。続きまして長崎県ですけれども、長崎はまず、ですね県代表が長崎商業高校ですね。
5年前2016年の甲子園に出たのを覚えてます。たまたま私職場のですねこの同僚にその長崎県出身のですね人がいまして、でしかも野球部出身ということだったんですけれども、いや長崎商業が甲子園に出るかちょっとびっくりされたなということなんですけれどもですね、この県大会見るとですね、まあ序盤の方は最初は大差で勝ってたんですけれども、上に大体こう上位に行くとこう本当粘って勝ってきたなという感じでございます。最後確か小浜高校ですかねと対戦してましてね、1点差で確か勝ったはずです。まあ余談ですけども、この長崎商業といえばやっぱり有名なのが恵比寿ですよねはい、続きまして、選抜にも出場しました推薦枠大崎高校です。こちらもですね注目ですね、昨年の秋の九州王者でもございますし、まあ、選抜は福岡大大堀にね惜しくも敗れましたけども、この九州大会でねリベンジなるかですね。まあこう名将ですね、佐世保実業とか、まあ、青豊高校でも、まあ、指導者としてですね監督や部長もされました清水監督をですね中心としたこのチームワークと勢いがある、まあですね、全国的にも注目されている離島の高校でございます。このですね、まあ、ポイントはこの坂本投手がですねピッチングがうまくで、ね、いけばですねまた大崎旋風が巻き起こせそうな、そんな気がします。続きまして熊本は1校出場です。東海大青少でございます。まあ、昨年もですね県大会をですね勝ち進んで、そして九州大会21世紀枠に選ばれました沖縄の具志川商業とですねもう熱戦を繰り広げました。まあ2018年のですね、平成最後の夏の甲子園にも出場されましたですね。まあこう県大会の勝ち上がり見るとこう粘り結構粘って勝ってるなというイメージでございます。まあ、個人的には前の東海第二という名前もこう懐かしいなというふうに思います。私の大学時代熊本だったんですけれども、大学2年生までですね東海大の近くに住んでました。もう部屋の窓から東海大とかですねキャンパスが見える、そういう馴染みのある学校です。続きまして私の地元でもございます大分からなんと5校も出ます。いやーすごい。まあ、地元開催枠プラス、選抜に出た明豊が推薦枠で出ております。まずですね県大会1位が大分マイズルです。近年まあ新学校なんですけれども、でラグビーがまあ強いところですけれども、結構マイズルはこう最近近年は良いピッチャーが揃っているなというイメージで、県のまあベスト4とか準優勝、そして今回優勝もされました。監督がですね私の恩師でございます。先日もエピソードトークを上げてますのでどうかご覧ください。まあ基本的にはもう監督もおっしゃってましたけれども、この投手陣が非常に良いということと、守備力を生かした野球ですね、まあ、スモールベースボールを展開される監督さんですけれども、まあ投手陣とあと打撃がどこだけ援護ができるかなというのがまあ鍵だとインタビューでこう新聞記事にも書いております。続きまして2位がですね柳ヶ浦ですね。こちらはですね先日決勝を見せ、ね、拝見いたしました。ピッチャーがですね3名いまして、まあ、3枚看板であること、そして注目はキャッチャー木戸選手ですね。ホームランも打ちました。延長の場面で同点弾を打ちました。本当振りが早いのでですね注目です。で3位が桐蔭高校です。まあもともとですね平成に入ってからもこう野球強いんですけれども、近年夏甲子園に2回出るほどですね強さももともとありますけれども、さらに磨きがかかっております。もう歴代ですね桐蔭といえばこう打撃力ですね。この春のですね九州大会予選大分県大会でも結構打撃で得点を重ねてますね。甲子園でもまあちょっと投手力はですね課題があるものの、そこそこ得点も取ってますので、この打撃というのが一つこの九州大会見ものになるのかなと。そして若きまだ20代のですね竹下監督の采配も楽しみです。
で、津久見高校が4番目ですね。まあ、藤丸監督になられてですね、さらに強くなって、ね、甲子園に帰るんだというね、熱い気持ちで、チーム作りされておりますけれども、津久見の場合はですね、この投手を中心とした守り勝つ野球ですね、まあ、こう粘りのあって引き締まった試合に持ち込むのが持ち味ということで、九州大会もですね、その粘り、守備力というのがちょっと注目ですね。そして、推薦枠は明豊高校。この春の甲子園ですね、準優勝のチームです。もうこれは間違いなく、まあ、優勝候補にはなるでしょう。3番いい看板でですね、そしてこう粘りの守備がこの甲子園でも光りました。まあ、九州大会であるとこのあと打撃がどうなるかというところですね、そちらは私は注目をしております。でまたどうなんですかね、これチームによって違うんですけれども、まあこう中にはこうエースを温存するとかですねいうこともあるんですけれども、まあ新聞記事をですね見る限りは勝ちにこだわると、でかつ底上げをするということでございますので、まあ割とこうまあ3枚ですねピッチャーもいますので、こうワンマンというわけでもないのでですね、温存ということはもしかしたら多分しないと思いますね。昔山口俊投手ですね、今メジャーに行ってますドスコイのですね、柳ヶ浦高校が、甲子園に出た後のこの春の九州大会、確か山口投手投げなかったんですよね。まあ温存させたということにこともございましたので、まあその山口投手抜きでもその柳ヶ浦なんだかんだ九州大会準優勝までしてますからね、本当強いチームだったんですけれども、まあ多分明豊はこう優勝を狙いに来ると思います。続きまして宮崎県からは2校ですね。まず県代表として日南学園ですね。もう日南学園か延岡学園かというところ、宮崎この私立がやっぱりまあ強いですけれども、今回日南学園がですね出場されました。まあ、ちょっとですねいろいろごめんなさい、いろいろ調べたんですけれども、ちょっとめぼしい情報なかったんですけれども、まあとにかくこう宮崎県ですね、今申し上げた延岡学園も全国準優勝、確か明治神宮大会もね準優勝されてるぐらいですし、日南もですね寺原投手がいた時のねベスト8などそこそこやっぱりこう実力あるが感じですし、まあ個人的には私のその2004年の代ダルビッシュ世代ですとチューマン投手というですね、台湾の選手もいまして、非常にやっぱ強かったなというふうに思っております。もうこの九州大会にはもう常連ですね。続きまして推薦枠で宮崎商業ですね、エース日高投手ですね、とそして攻撃の要が中村キャプテンですね。この春の選抜ではまあ残念ながら、天理高校ですね辰投手にちょっと抑えられてちょっと悔しい結果になりましたけども、この夏に向けてですねこの、投打のですね車輪がねどのようにまた復活するのかですね、こちら注目でございます。続きまして鹿児島県です。2校出場です。1位が鹿児島実業ですね。もうこちらも名門鹿児島三強の一角ですね。調べるとですねキャッチャーの城下投手という読みしてよろしいんでしょうか。この選手がまあプロ注目されているということですね。そして鹿児島県大会のこう勝ち上がりをこう見ると結構得点取ってますので、こう打撃のチームだなというイメージですね。まあ、鹿児島はね実業ピッチャーもいい時もあれば打撃もいい時もありますし、まあ、今回この割と打撃がいいのかなというふうに、まあ、私のあくまでも印象です。続きまして2位が鹿屋中央ですね。もうこの大隅地区というのは、まあ、昔からもう甲子園行きたいね、大隅地区から甲子園をということで本当地元の応援熱も熱いんですね。まあ、私のそのもう青年団ねやってますけど、こう鹿児島青年団結構大隅地区の青年団とも交流があるんですが、この鹿屋中央が甲子園出た時はもう相当喜んでましたね。いよいよまあね薩摩半島ね鹿児島商業神村学園とかね果実ですね、いろいろ強いところですね出てますけども、大隅地区だって頑張ってんだよというところでですね、今回もですね2位になってですね、
まあ、粘って粘って九州大会出場ということでですね、またこの夏に向けて注目のチームでございます。で最後ですね、沖縄県でございますけれども、2校ですね。まず県代表が興南高校ですね。もうこちらも名門ですね。甲子園でもおなじみになっております。まあ、この大会はですね、今回の春の予選は割とこう接戦、沖縄尚学とか倒してですね、勝ち上がったイメージですけれども、まあ2010年には春夏連覇をいたしました。その時の監督がガキアです監督ですね。ご本人が高校現役の時もですね、キャプテンでベスト4まで行きましたし、そしてこの優勝連覇した時の、がですね、島袋洋介投手、左腕のですね、琉球トルネードで、ソフトバンクホークスでもですね、活躍されました。その島袋投手がですね、去年から、まあ要はこの母校興南高校で、まあ、監督はまだガキア監督のようなんですけれども、指導者としてですね、こう母校の指導にかかっているというのが、まあ一つ歴史を感じますしですね、またいい感じで、まあ、いずれは島袋監督誕生かなというふうに、まあ私は期待をしております。でもう一つですね、推薦枠が具志川商業ですね。選抜にも出ました21世紀枠ベスト16、福岡大大堀に敗れましたけどもね、まあ九州対決残念な結果にはなりましたけどもね、リベンジならなかったんですけれども、この春でまたリベンジがねできると面白いですし、新川投手最速144キロ、やっぱ早いですね。そしてチーム作り、岸山監督がですね、建設会社というでお勤めということで、そこでですね、この民間企業のノウハウを生かして、こういろいろ各責任者を決めてこうチーム作りしているというところで、このチームワークというところがですね、非常に期待でございます。以上、まあ、ざっと駆け足でしたが、19チームのご紹介でございました。さあということでですね、それでは、組み合わせをですね、確認をいたします。まあちょっと優勝の予測は難しいんですけれども、まああくまでも親方個人的にはですね、まあ順当にいけば明豊かなと、で続くのが福岡大大堀、そして大崎かなというふうに私は、まあ、見ております。ただこの組み合わせを見るとですね、まあすごい、明豊と福岡大大堀って、まあ共に勝てばですね、ベスト8準々決勝で当たるんですよね。一回勝てばもう次がもう早速ある意味私の注目の試合だというふうに、捉えています。これですね、まああとこうざっと見ると、まあっていうのね、日南とかですね、かなり重要、つくみもね買ってほしいですし、これ結構侮れない相手がこう続いてるなというふうに思いますし、まあ一つこの逆にこの大崎のパートを見るとですね、まあ大崎とこの沖縄興南っていうのがかなり私はこう面白いカードだなというふうに思ってます。どちらもチームワーク粘りの野球でですね、まあ個人的にはこの勝者がちょっとこの矢倉決勝まで行くんじゃないかなと見てますけれども、ただ宮崎商業とかですね、鹿児島実業、東福岡とかも私も注目をしております。まあね、ちょっとどうなるかわからないんですけれども、まあ個人的にはこう明豊とかですね、つくみとか大分前する桐蔭ね、柳川浦、もう全部大分の高校は要は頑張ってほしいというのは、まあ本音でございます。そしてこれ24日からまあスタートするわけです。会場は2カ所、大分市の別大興産スタジアム、そして南部の臼杵市の臼杵市民球場で行われます。一応、まあ、今の予定ではですね、現時点で大分県の高野連のホームページ上では、お客様、一応制限、いろいろ、約束が守れれば、中で一般の方の、要は、観戦もできますよというのは確認をしております。で一応予定ではですね、私25日は、この九州大会予選見に行こうかなと思ってます。まあね、やっぱ大分舞鶴、母校の私の恩師が監督ね、指揮を取りますし、福岡大大堀もね、来ますし、
で、私がね、昔住んでいた近くの東海大熊本小生、清少を指定いたしました。熊本清少高校。そして、宮崎商業で選抜出た。ここら辺を見たいなというふうに思います。まあ、あとはですね、その24日もまあ見たいんですけれども、まあ、明豊のね、試合が夕方ありますけれども、実を言うと、この24日土曜日、大分県では、オリンピックの聖火ランナーが走るんですよ、この日。で、私の地元もですね、走って、まあ、その日程との兼ね合いと、あと、実を言うと、その、夜、大分駅前で、その、セレモニーがあるんですね、東京オリンピック、その、聖火ランナーの。なんと、私、その、レセプションセレモニーとですね、今、一般観客ですけれども、その会場に入れる権利が当たりまして、私、それ見に行きます。それがですね、夕方5時から6時の間までに会場に必ずチェックインしてくださいよという文言があります。それを踏まえて、まあ、ちょっと午前中地元、隣の市の聖火ランナーもちょっと見たいかなと思いつつ、まあ見れるとしたらその明豊の試合が、ね、日南学園の試合が、まあちょびっとだけ、頭の部分だけ見られるかなという、まあ、状況でいますけれども、まあちょっと予定はどうなるかはわかりません。そして何より心配なのが雨です。この天気ですね。恥ずかしながら私、かなりの雨男です。前回の九州大会予選、大分県の決勝も、の日も結構最初ちょっと雨が降ってどうなるかなという思ってたぐらいですね。まあ最終的にはちょっと雨も止んだんですけれども、これでちょっとまた日程が変わってくると、またですね、見られるチームがどうなるかわかりませんけれども、まあできればですね、せっかく地元で、で、まさにこの明豊が今全国で準優勝したこの流れに乗ってですね、九州の野球ですね、高校野球、面白い試合を見たいなというのはやっぱ私も思っております。まあその、もし見に行けたらですね、まあ皆様に、伝えられる程度で、まあ今回のようなトークであったり、写真などのスライドショーであったりで、まあ共有できればなというふうに思っております。まだまだね、ポカポカからね、まだまだメラメラ暑い春が続きますよというところをですね、楽しみたいと思います。ということで以上、九州高校野球のですね、出場校の簡単な紹介、そしてまあ私なりの組み合わせ、表を見た感想をご紹介いたしました。お付き合いいただきありがとうございました。今後もですね、高校野球や、まあ、地元のですね、九州独立リーグの野球の話題などは、どんどん取り入れて、ご紹介していく予定でございますので、どうか、もしよろしければ、私のチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。そして、よろしければこの動画もいいねボタン押していただけると励みになります。それではですね、また皆さんと一緒に野球を楽しみましょう。最後までお付き合いありがとうございました。ゲームセット。